はい、ということで今日は木下の誕生日なんで、はい、僕嬉しい。お前自分のこと好きやな、絶対女性が多いんかな、木下のフレンドは。いやいや、そのことはない。でも、ま、男は、いやいや、ですね。あ、ブッシュ、もう一生開けんな、一生開けんな。ナイス。すげえな。おっしゃーい。僕21歳ですよ。ずっと21歳ですよ。は？構わないよ。はお前嘘ついてんの。いや、僕お前お前マジか。本当だよ。いやいやいや、木下今年は80歳。黙ってな、お前。何が80歳。俺は本当に21歳。サンデルさんってどんなのボーイフレンドいいですけど。優しい人。あ、そしてそしてじゃない。金持ち。パパ金持ち。なんかリアルだな。ちなみにお二方に聞きますけど、木下はどうです？木下。わからない。わからない。子供みたい。子供。子供。この子はちょっとされてるさあ、あなたは僕。ええ、何木下さんのこと。はいはいはい。無理。そうです。無理。お前一番最低ですよ。ここがやて。じゃあ木下、俺のどう。俺どうよ。好きだよ。ごめんなさい。私はどう思います。私はどうです。もうやめてよ。私はどう。面白い。面白い。お、うん。他は優しい人。お、優しい。他は、うん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 、かっこいい人。かっこいい人。うんうん、ありがとうございます。よし。そう、今日誕生日なんだよ。そうそう、木下誕生日なんだ今日。誕生日僕の誕生日じゃない。かわいそう僕。あ、はい、僕は死んだ方がいい。僕死んだ方がいい。ちょっと待って。何、今日は僕の誕生日ですよね。はい、ですね。誕生日だね。準備がいい。何、今日は僕の誕生日ですよね。はい。怒ってないですね。怒ってないですよ。 OK、 じゃあおちっちやめてください。お前やめろよ。お前、おい、ふざけんなよ。すいません皆さん、すいません、ご視聴の皆さん、本当に申し訳ない、本当に申し訳ない、本当に申し訳ない。ごめん、みんなごめん。こいつマジでガキだ。Ha ha ha!